国連の本質みんな知るべきですよね。日本経済新聞2023年9月20日社説、国の連は機能不全を脱し国際平和に貢献を無理やろ。国連は国際連合、今現在の国連の事務総長はアントニオのグテーレス。アントニオのグテーレスはポルトガルの政治家やねんけど、赤組レッドチーム社会の窓主義インターナショナルの議長を務めて、社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてんのが社民のミズポン、福島のみずほ。国連は日本を敵国条項から外してません。うちらにとっては敵。国連関係の人を信用しない方がいいよ。関係者知ってか知らずか赤い工作員になってはりますから。この世の中にはあちらこちらに工作員ってほんまにいて、せっか工作員って呼ばれてたん。せっかって思想を赤く染めること、友さんの主義にしていくことなんですが、人の権平和を声高々に言ってるやつほどうちらの人権や平和を乱すからね。9月20日の記事でちょっと古いねんけど、国連総会で193の加盟国の首脳や閣僚による一般討論演説が始まった。沖の名はの玉金のデニーが言ったけど話できへんかったっていう記事ありましたよね。国連は安全保障理事会の常任理事国として拒否権を持つロシロシの専横で機能不全が続き、現状では国連憲章が掲げる国際の平和と安全の維持に役割を果たしているとは相当言えない。てか、言うてるだけやねん。国連はならず者の集まりって言われてて、うちらの人の権や平和をかき乱しろ。元国連でなんやかんやって国連の看板掲げてる人のことを私は一切信用しない。国際連合ってもともとは国際連盟やねんな。名前変えてやり直しました。反省を踏まえてます。揉めさせる機会やねんて。産経新聞の今年2023年8月28日の記事、国連は連合国、日本は今も敵国扱い記事によりますと、日本で国連と呼んでいる組織は平和のための国際機関と思われていますが、正式名称のユナイテッドネーションズは第二次世界の運動会で日本を破った戦勝国連合国のことです。日本政府はあえて国際連合と誤訳したのです。間違って訳しました。うちらの敵やねんて。そんなところありがたがってるやつは無知か赤くて酸っぱい工作員。無知で無邪気なやつが一番迷惑やな。また国連憲章は日本をかつての敵国と位置づけ、安全保障理事会の許可がなくても軍事制裁できるとしています。この敵国条項は国連総会で削除の決議が採択されましたが、憲章改正の手続きは取られず今も残ったままです。国連で活躍ができるやつって赤くて酸っぱい工作員に選ばれたやつやろって見てるとよろし。私、戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ゴソゴソして、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。それをやろうと思ったが、社会統計の実にお偉い肩書きが立派な、素晴らしいとされる先生とのお仕事が苦痛で、政治学者ってこの程度でなれんの？てか社会党ってなんなん？って疑問がふつふつと。社会党は社会の貧しいインターナショナル、実に恐ろしい国際組織に加盟する厄介な連中。先人の書を紐解いたとき、トモさん絶対役やったんですね。トモさんは共産やねんけど、社会統計はええんかなって思わせるようにしてましたね。しかし、第二インターナショナル時代いうのがあんねんけど、社会党もトモさんの党も同じ組織やった。トモさんの党が、コミッテル国際共産党第三インターナショナル。トモさんは共産やねんけど、第二インターナショナル時代、トモさんの党と社会の貧しいインターナショナルは同じ組織やったんですね。世界各国で王室が潰され共和国制になっていきましたよね。ロシロシでプチンプリみたいな名前の方がトップを務めているところで大きな核の命が起こりましたよね。ロシロシ核の命、あれが成功してレニンのおっさんがホモアレーって伸ばすマルクスレニン主義、あのおっさんが第三インターナショナルコミッテル国際共産党に独立させたことになっております。私たちが見せられているものっておそうめん劇場、おそうめんの意思シナリオによるものなので、レニンのおっさんが作りなさいって言われて作ったんか、自発的に作ったんかは分からんけど、鳩山の幸男がミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われててんけど、多分きっと鳩山は社会党に代わる政党を作りなさいって言われたんやろな。
オフランスで起こった核の命は、ブルジョワジー、お金持ちが大暴れして資本主義国にしていったよ。我が国日本も明治の維新で資本主義国になってんけど、伊藤の博文さんとか、お札としては大好きやねんけど、この人工作員やんやってんけど、そこの話するとややこしいんで、あの人たちは密航でイギリスさんに研修に行きはりました。留学したことになってるよね。おそめの意思やと思うねん。おそめんって自由なおそめんやって呼んでんねんけど、自由フリーおそめんメイソンで、友さんの党、共産の大元、コミッテル国際共産党第三インターナショナルの指導団体、おそめん屋さんのお眼鏡にかなった人しかトップに立てないところが、今現在でんでんじいさんがやっているお米の国って書くところなんですね。盛大なプロレスが行われてて、私たちが生まれるはるか昔からの計り事やから、もうしゃあないで。じゃあ私たちはどう生きるか。資本主義と日米同盟がある国で、比較的他の国よりええ国やんか。資本と日米同盟だけ守ってりゃええって私は提案しています。それには残念ながら選べる政党は自民しかなかったんです。システム上の問題ですよ。政治家に誠実とか求めても無駄やし、人で選ぶっていうのは善人ぶったおバカさん、多数決なので、いやでも自民に入れとけなんですよ。で、日本人であるならば保守でないといけないってやってるやつらはカルトやろ、宗教系。保守論客とか面白いようにニュースオートに繋がってんけど、ここでは割愛します。非常に恐ろしい計画として、国民が選んだという形を取らせて、資本の世界を潰させて社会の窓主義の世界にいざない、後に友さんにしていく世界を一つにワンワールドっていう計画のもとに世論誘導されてるんですよ。で、今となっては社会統計の学者との仕事良かったなと思うんですね。あいつらの足引っ張りたくなっていろいろ調べ出して、10代最後でジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用っていう、今で言う引き寄せの法則に出会って、転職後ミラクル起こしまくって、潜在意識の活用ってすげーって心から感謝してて、ジョセフ・マーフィー先生がニューソートの牧師さんで、翻訳なさった方が詐欺師のおっちゃんであることに気づいたの30過ぎてからやねんけど、その前にですね、20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われて、お仕事関係者に言われたんで行ってきたら、気色悪いとか思ってトイレ休憩で帰ってきたんですね。でもこれは見とかなあかんなと思って、スピリチュアルウォッチするようになったんですよ。私はジョセフ・マーフィー先生の眠りながら巨万の富を得るとか、ご都合主義の本読んで潜在意識書き換えたらええねんな、私には困ったことは起こらない、瞬時に知りたいことが入ってくるとか、やりたいことしかやらへんって無邪気に思ってて、それがスピリチュアルであること全く分かってなかったんですよね。で、スピリチュアルの勉強会行ってきてって言われて行って、そこの会場が重苦しいねん。過去変えたい人たちの集まりみたいな感じで、うわ、何やろこれ。とりあえず見とこう。で、見出したんですね。気持ち悪いと思ってるから、ハマられへんのよ。で、人に施さなあかんとか、心を制限することばっかり書いてるやん。って思ったんです。ジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用は、心を解放することしか書いてなかった気がすんのよ。マーフィー博士って、霊界とつながるとかではなくて、イエズス会の信者さんやってんけど、悪性の腫瘍を患ってしもて、ニューソートの祖である方の心理療法、潜在意識への語りかけっていうのをやってみたら、うわ、消えたーってなって、ニューソートに入り直して、牧師さんとして活躍してるから、単純やねん。彼らを利用する人たちが現れて、人々を束にして、工作員みたいなことをさせてんねんな。で、ニューソート運動っていうのを知って思ったんですが、立ちが悪いのが、その後に現れた新しいエイジ君やと思うねん。新しいエイジ君って、自分のことを神様やと思い込ませる。ね、あなたも神やで。私も神やで。とか、言ってる人おるやん。悪口言ってはいけません。とか。いろんな制限をかけて、願いを叶えにくくしてるやんか。最近、量子力学とか出てきて、もうなんかもう難しい。それを真剣に学ぶより、ジョセフ・マーフィー先生の本を読むだけに気を止めたらええねんと思ったんですね。でも、ジョセフ・マーフィー先生の書籍を翻訳なさったのは、悪徳商法、催眠商法を作った島津の光一で、それがうまいこといけへんなって、社会問題になった時に、セミナー、自己啓発セミナーとかを日本に定着させたやつで、セミナーって2、3000円それ以上取って人々集めて、狭い会場で洗脳していくもんやんか。スピにハマっている連中って、資本があかんねんってマジで思ってるみたいで、赤く
くて酸っぱい連中は資本家は悪、俺たちは搾取されてんねん言うて大暴れして、プロレタリアート独裁なる貧乏人独裁政治を夢見てくっちゃくちゃにして、どの子もならんようになった時に別の勢力に乗っ取られるいうおまぬけパターンやねんけど、すぐにハマってる連中、セミナー行ってる連中、意識高い系のやつらってそれと同じやねん。インターネット SNS スピリチュアルの世界では今は光と闇の戦いが行われてて、光側が勝ってて、これからの時代はパラダイスです、今まで宇宙人がやってましたってやってんねんけど、いや、ユーヨの言うどこ行ってんやねんな。プロレタリアート独裁なる貧乏人独裁政治を選んだおバカさんたちは、資本家は悪、俺たちは搾取されてんねん言うて大暴れしたんです。通貨発行権がどないやこないやで、ケネディさんがそれを取り戻すとかそんな話あったけど、お相撲人劇場でそんなことないやろな。これ誰が言うてんやろな。やっぱ社会の窓主義系の人やと思うねん。で、金融、いや、猶予の言うとかいう話を持ち出してんのが、今活躍してんねんけど、私が担当した学者が、帯やたかなんかに、私のまな弟子やで書いてはってんけど、ダメじゃんと思って一切見ないことにしてんけど。好きにハマってる連中、保守保守うるさい連中って、他の国で行われている気の毒なこと、かわいそうなこと、を浮上させて、うちら日本国民に何とかしてあげないとって思わせるように必死やねんけど、統一戦線工作やられてたら鬱陶しいので、それは見て見ぬふり、知らん、どうでもいいって関わらないようにするべきなんですね。国連ってうちらの敵やから、国連でなんか言うてる人たち冷たく見てる方がいいですよ。